みおちゃん、今日も出勤お疲れ様。最近シフト被ること多いね。俺はキッチン担当で、みおちゃんはホール担当だから直接見ることは少ないけど、みおちゃんが働いてる日は店内がキラキラしてるよね。女子高生って若さもあるけど、それ以上にみおちゃん自身が魅力的。俺みたいな52歳のおっさんにも優しくしてくれるし、天使だよ。町間さん、お疲れ様です。天使だなんて、でも嬉しいです。次もよろしくお願いします。うん。次はいつ一緒かな。と思ったら明日だった。楽しみにしてるね。翌日。みおちゃん、今日もお疲れ様。ちょっと相談があるんだけど、聞いてくれたりできるかな。真島さん、お疲れ様です。相談ですか？うん。最近実は好きな人ができたんだけど、その人と付き合えるかどうか不安で。真島さん、好きな人いるんですね。うん。同じ職場の人なんだけど、その子すごく人気なんだ。そうなんですね。真島さんってここ以外にお仕事されてるんですか？うん、ここだけだよ。そうなんですね。その子とは結構年齢離れてるし、恋愛対象かわからないんだよな。なるほど。でも希望はあるんだ。希望ですか？その子ら付き合うとしたら年下より年上って言ってたんだ。それに LINE とかしてる感じ、俺にも若干気がありそうでさ。だから諦めてはない。みおちゃんはどう思う？ちょっとわからないですね。そっか。明日ってシフト終わり予定ある？何かご飯でも食べながらこれの相談したいなと思って。ごめんなさい。バイト後はすぐに家に帰らないとママに怒られちゃうので。そっかそっか、そうだよね。まだ高校生だもんね。はい、申し訳ございません。じゃあ明日もよろしくね。はい。1時間後。ホールの何見よう。あ、明後日の小テストのこと？私に聞いても何もわかんないよ。違う、バイト先の町間さんのこと。ああ、あのおじさん。そう、バイト終わりにジュースとか買ってくれる人だよね。そう、その町間さん。てかよく覚えてるね。うん、記憶力はいいから。で、それがどうしたの？実は町間さんに恋愛相談されて話聞いたんだけど、それが怖くて。どういうこと？同じバイト先の人で年下の子が好きって言われたんだけど、どう考えてもそれが私なのね。ええ？その好きな子と LINE してるらしいんだけど、真島さんってあんまりみんなと仲良くなくて、私くらいしか LINE してないと思うの。でもさすがにないんじゃない？だって向こう何歳？52歳。それが女子高生好きになる？ほぼ娘くらいじゃん。私も最初はそう思ったんだけど、年上の方が好きって情報とかもいろいろ合わせたら私しかいなくて。じゃあ何？恋愛相談って言いながら本人に間接的に告白してるってこと？そこまでじゃないけど、明日のバイト終わりに誘われた。もうアウトじゃん。どうしたらいいかな。普通にスルーでいいんじゃない？さすがにそっけない態度してたら向こうも察して諦めるでしょ。そうだね。あんまり優しくしすぎるとかえって被害にもなるからね。うん、気をつける。ありがとう、春菜。小テストカーニングさせてね。それは無理。翌日。みおちゃん、お疲れ様。俺、何かしたかな？みおちゃんに怒られるようなことした？何かあったんなら教えてほしい。お疲れ様です。え、何も怒ってませんよ。ほんと？今週の土日って何してる？どっちか休みなんだったら、昨日した恋愛相談乗ってほしい。ごめんなさい。土日どっちも予定あります。じゃあ、来週の土日は？そこも予定あります。じゃあ、再来週の土日は？まだわかりませんが、多分予定入ると思います。じゃあそこを抑えた。せっかくだから焼肉でも行く？いつもお世話になってるから多少高くても大丈夫だよ。ごめんなさい、行けません。なんで？お肉嫌い？それって真島さんと二人でってことですよね？そうだよ。だったらいけません。なんで？俺とみおちゃんの仲じゃん。何を断る必要があるの？ごめんなさい、勉強に戻ります。ちょっと。翌日。やっぱり俺のこと避けてるよね。なんでなの？俺にはみおちゃんしかいないんだよ。バイト終わりのジュースだって前は受け取ってくれてたよね。どうしてこんなことになるの？ごめんなさい、真島さんの気持ちには答えることができなくて。え、もしかして気づいたの？はい、なんとなく。そうだよ、俺はみおちゃんが好きだよ。これは先輩とか後輩とかじゃない。真剣にお付き合いしたいと思ってる。だからお願いします。ごめんなさい、真島さんは先輩としてしか見れません。絶対悪いようにはしない。
多分地球上で誰よりも愛してる。いや、絶対俺が一番愛してる。いつでもミオちゃんのこと考えてる。朝起きた時も寝る時もご飯食べてる時も働いてる時もずっとミオちゃんのこと考えてる。だから付き合おうよ。ごめんなさい。10分後。避けてたら告白された。やば、地球上で誰よりも愛してるって言われた。52歳頑張りすぎでしょ。なんかね。ちなみに電話鳴り止まない。ガチじゃん。ほんとどうしよう。店長さんに相談したら。店長、そうだよね。え、ダメなの？いや、そうじゃなくて、相談しちゃったら真島さんの立場ないよねってこと。ミオ、優しすぎ。そんな変態気にしなくていいよ。でも恨み買いたくないから。ああ、確かに恨みは買いたくないね。店長に相談する前に一旦声かけてみる。その方がいいかも。翌日。夢に出てきたよ、ミオちゃん。服を着てなかったよ、ミオちゃん。俺に抱きついてたよ、ミオちゃん。変な統治法やめてください。なんで答えてくれないの？俺には最後のチャンスなんだ。ここで付き合えなかったら俺は一生可愛い彼女できないんだ。付き合えないと何度もお伝えしました。これ以上私に LINE してきたり、迷惑行為が続くようなら、店長に言います。そんなことしないよ、ミオちゃんは。嘘ではありません。しっかりと報告させてもらいます。付き合うって報告をするの？それなら俺の方からもするよ。周りのみんなが気を使うからね。他にも狙ってるやついただろうね。でもミオちゃんは俺の彼女だもんね。勤務中に我慢できるかな。抱きついちゃうかもね。10分後。店長、お疲れ様です。真島さんのことで相談があります。ミオちゃん、お疲れ様。あ、真島くんがどうしたの？先日から何度も断っているんですが、セクハララインが止まらないです。え、真島くんから来てるの？はい。それ、見せてもらうことってできる？こちらです。大変申し訳ない。これはもうダメだね。相当困ってたよね。はい。気づいてやれなくてごめん。いえいえ。今もラインは来てる？もうブロックしたので、確認することはできません。わかった。きっちり話させてもらうよ。はい、お願いします。夜遅くにすみません。いやいや、勇気出してくれて本当にありがとうね。翌日。ミオちゃん、お疲れ様。今日真島くんとお話ししました。今回のミオちゃんのこともそうだし、他にも最近女性スタッフの私物が紛失の被害にもあってて、その犯人も真島くんだったんだ。だから店を辞めてもらいました。法的措置とかは今のところ考えてないけど、ミオちゃんはそれでも大丈夫？店長、お疲れ様です。対応していただきありがとうございます。そんな被害もあったんですね。ミオちゃんのロッカーは常に鍵が閉まってある状態だったから、被害にはあってなさそうだったね。あ、そうですね。無意識ですが閉めるようにしてました。あと法的措置とかは大丈夫です。そんな大事にはしたくないですし。ありがとう。正直裁判とかになったら店の信用問題にも関わるから、なるべく時短で済ませたいと思ってた。そうですよね。真島くんはもう来ないから、ミオちゃんはこれまで通り出勤してもらいたいけど、いけるかな？大丈夫です。よろしくお願いします。ありがとうね。でも、帰り道とかは心配だろうから、しばらくは俺が車で送っていくよ。大丈夫ですよ。いや、これはさせてくれ。じゃないと何かあった時に大変なことになるだろうから。わかりました。ではお言葉に甘えさせてもらいます。うん、よろしくね。でも、他のスタッフには内緒ね。車で送ってるなんてバレたら、逆に反感買いそうだから。わかりました。数日後。店長、お疲れ様です。家まで車で送ってくださり、本当にありがとうございました。ミオちゃんこそお疲れ様。また明日もシフト入ってるから、最後車で送っていくね。そのことなんですが、今親に相談したところ、明日はママが来てくれるそうです。え、そうなの？はい、なので大丈夫です。お気遣いありがとうございました。また何かあったら相談してね。10分後。春菜、誰にも言わないって約束できる？何、どうしたの？もしかして真島さん？違う。真島さんは LINE ブロックもしてるし、店辞めてから本当に音沙汰ない。じゃあ何なの？今日、店長の車で送ってもらったの。え？真島さんが現れるかもしれないから、その対策として家まで送ってくれたの。え？神じゃん。うん、私もそう思ってた。
ん？何か変なことあったの？後ろの席座ろうとしたんだけど、なぜか横の席座らされたの。結構しつこいと思ってたからちょっと警戒してたの。店長が途中コンビニで買い物してる時に、ふと足元見たら赤いランプが点灯してたの。え？まあランプって言っても、ものすごく小さなやつだけど。それ何だったの？怖くてあんまり見てない。でも車の足元にランプなんてあまりにも変すぎたから、ネットで調べてみたの。でもそんなのどこにもなくて、そしたら考えたくない答えが出てきたの。盗撮？うん、それしかないと思う。マジで？店長だよね。自意識過剰って言われたら、それまでかもしれないんだけど、店長はいつも変な目で見てきてたの。変な目？なんかいやらしい目というか。マジで？しかも、これ見て。これって、私のロッカーが閉まってるってこと普段から知ってるってことじゃない？待って、怖い。なんか点と点が線で繋がって、まじまさんより店長が怖くなってきたの。やめなよそこ。うん、そのつもり。店長には何か言うの？言わない。それこそ怖いし。そうだね。これ、誰にも言わないでね。わかった。ちょっと闇深すぎ。誰も信用できない。後日談。こんばんは、ミオです。この後すぐにバイト辞めました。誰を信用していいのか本当にわかりませんでした。辞めるとき店長には特に何も言われませんでした。向こうも奥さんがいるみたいなので、派手には動けなかったんだと思います。今は一旦バイトは辞めて、学業に専念しています。大学生になったらバイトすると思いますが、職場は少し考えようと思います。なるべく女の子が多いところがいいです。エピソード募集。ご視聴ありがとうございました。今回はインスタの DM からエピソードをご提供いただきました。ありがとうございました。味方だと思っていた店長からまさかの猛アタックをされたそうです。怖すぎますね。車の足元のやつは実話ですか？ノーコメントでお願いします。絶対実話じゃん。他にもたくさんエピソードをお待ちしております。気軽にご応募してください。